<laughs> うん、あ <laughs> どうもどうもジェルウンですどうぞよろしくお願いします終わったまじで終わったこれ チャンス逃した、マジで。おぉ。私もう、完全に、えー、完全に収容のお知らせってことで、マジで。もう何なんだろうな、マジで。何なんだろう、これ。おぉ。ということで、えー、スマイルプロバイドのデビューが近づいてまいりましたので、まあ、ここでね、 ライバルバー分析をぉ。まあ、今日はちょっとライバルバー分析していこうと思うんだけど、マジ完全に終わってるだろ、マジでこれ。おおなんだよ、バ声って。ダバ声、なんだ、どんこれだよそれ、それ。今日はスマイル、ラちチりの話で、ラッチ沿いではありません。おおプロバイドのライバルバー分析の話をね、していこうかなっていう。そのおうえー、今度は何のハゲニ,ハゲニングってなんだよ、これ。ハゲニングってなんだよ、これ。おぉ。ライバルバーではライバルバー、マジで。お もうな、黙って先週、おまあ、普通に、普通,普通に、やっとけば、お前、新馬バ、シ勝ちとかお、余裕だったろっていうマジで、おえ馬主、馬主資格剥奪しててどういうことなんやねんだからぜ、全然現役馬主ですが、みたいな、これ、おなんで、はいはい終わったのねって馬鹿や郎マジで、これ、本当に、てか見たマジで。 おえー、新馬戦延長、いや、新馬戦延長ではない、まあ、わかんないけどね、まだ。うん。まだ、まなんていうのこれ、抽選になるから、多分おおー,おーど、どうかしてるぜ、マジで、その他競馬。おー、どうだって、えー、きっとライバルは自分だよっていうね、自分に勝とうみたいな、おそういうことみたいな、そうそう、えー、ライバルと思ってなんでこれ、ライバルと思ってるの、お前だけで他、他はわ、お前には見向きもしないしかと。そういうことやね、マジで。むしろ今の、ね、その他で、 まあ正直トップクラスなんだけど、マジで。お全然、なんで人の電話番号書くねん、これちょ。俺の電話番号なんで書くねん、俺の電話番号、これそうそう。萩はダービー何かってあるな外してませんが俺、俺。ただ、本当ね、トリプルゲットぐらいにい、まあ、ける予定だったんだけど、まあ、残念ながらちょっとね、お里の里のっていう、ちょっと最後、まあ、ちょっとあ意思が揺らいで、まあ、ちょっと半分ゲットみたいな感じで。お んチャンス逃したなんて、お前の人生の、どういうことやねん、マジでこれ。チャンス、チャンス逃して、バカ野郎マジで、これ本当に、もう今年は勝負だから、マジで。もう今年は勝負の年だからっていう、お強いま来た。お強いま来たよ、マジで。ということで今日は、もうちょっとライバルは分析を、<laughs> ちょっとね、もう悲しみをこらえて、もうしていこうと思いますっていう、おマジで、えー、ライバルは 分析と、かこここれね、ライバル。なんだよ、これ、ちょっとか、かひらがなになった、これ。おー、えー、裏輪で、うん裏和で3頭でシンバしてったぞ。だろだろだやればいいんだよ、マジで。おー、やればいいんだよ、そういうのを、マジで。なんでやらない、そのだ、競馬。なんでそこが聞けるみたいな。おー、ライバル、ば、うま。よし、おー、そうそうそう。えー、どうせ逃げ 逃げててもいつか当たるからだからお前はダメいや違う新馬戦は勝ちたかったおー彼の問題これお だからもうさっさ,さとやればいいんだよ、マジで。だから、なんかに勝てないんだよってそのだけ、マジで。なんでやらないっていう。そうそううえー、そうだよ。浦和子、東立がんそうだよな。やればいいんだよ、マジで。予定通りに。おうどうなってんねん、みたいなお。毎度おなじみの投稿、東、まあ、稿軍団も、ちょっとゲート試験とかなんかお、まあ、入ってるらしいから、もうちょっと、のっぴきならねえというかおう、もう、どんどん来るんだから、マジで。うん。えっと、いや、投稿軍団、しかりだよ、マジで。 おえー、今年は勝負って毎年い、いや、今年はマジで勝負。おこれもうだめだったら本当死ぬから、マジでお。ダバ戦なら、どういうことなんだうでもそう、まあ、ダバ戦っていうか、もう本当、ライバルが少なければ少ないほどいいんだよっていうお、なんかアナがツイッターで不誠実だの、ダービー前哨戦ができないだの、組合に来てた。もういいね。なんかアナ、なんか何何アナ、何穴だろう、これ。 おど,どなたでしょうっていうね。そうそう。おうえー、単、なんだよ、極細単勝、総労新生、ーーかかぶり措置に過ぎて、サツコさせられた、加減主、松野珍一さんですね、こんばんはですね。バカマジで、これちょ、完全、早労以外は全部間違い、これ。早労以外全部間違いだよね、っていう、これ。そうそう。うえー、ダービー取ろう、んダービー取ろうと言ってる人が強い馬と当たるだけで、こんなにもくそだと。お前は本当、だからそ、今は金がないんだよ、だから。 おだからちょっと新馬戦だけは勝たしてくれってマジでそうそう、えー。強い相手に勝ったら希望に満ち溢れるの。当たり前だろ、そんなもん。ただ、ライバルは少ない方がいい、マジで。ダップンってどこでダップンってそうそう、えー。スマイルやれ,ばや,やればいいんだよ、グリーンだよって、ビールじゃねえかそれ。なんかその、なんか志村けんが CM やってビールじゃねえかそれ。そうそうえー、竹野内たんじゃない穴の。まあ、そうかもね。うん だから、何ケチってんだよ、マジでっていう、おお、むつのポ、なんだむつのちんぽいちさんでこれ、もうなんかももはや原型とどめてねえじゃねえかって、これ、ことしうま少ない、きくついて。 入れるんちゃういや、だから、まあ、うま少ないと、まあ、貧乏だからね、おまずはっていう、お少ないか多いかって言ったら、多分東投稿軍団がね、アホみたいに入れるから、まあ、少ないだろうなっていう、うん、あんまり夢ないよね、その他にはみたいな、そうそうそう、だからまあ、そういうことになるんだから、やっとけばいいんだよ、マジで、1等でも2等でも、新馬戦、お終わった、村さん、手上げろ、はーい、はい、ばっか入る、マジで、これ、ちょっと手上げさせられたみたいな、これ、そうそうそう、なので、まあ、ちょっと農研の方チェックしてたんだけど、ぱ マジでこれどうな、どうなってんだよって、これお。大丈夫、プロバイドならやがてシーツあたりでかでて。どういうこだよでん。レベルが低すぎるだろうって、これ。そう,そうあ、むちのさん、それともオール巨人。ほんまでもう、ラチカはばれついて出てけへんで。どういうことやねんだから。これを俺俺の話だから、マジで。なんで急務員さんのモノマネがなんかなんかデフォルトみたいな、これ。そうそうそう。いうことで、まあ、ちょっと今日は。 ライバル分析、しっかりしてこうよ、みたいなね。5分近く。あ、ちょっとね、あのー、SBO のちょっとメンテ、おちょっと急、急遽入ったメンテをちょっとやってましたってことですいませんっていう、そこえー、早よ強い、強いのをしても,もう言う、マジで。おう、まあ、それタイム見てきてわかるから、ちょっとタイムを、ちょっと今日はみんなで一緒見ながら、まあ、現実を受け止めて、ちょっとね、浮かれ、浮かれチンポだった、 まあ自分自身もちょっと今日は反省しなきゃなっていう、おまあ、そういう感じはマジで。そうそうそう。もう、てかな、多すぎ、もう、もはやな、多分これ2番組、なんか2レース組めるぐらいおじゃねえかっていう、マジで。うーん、そうそうそう、えー。さっさとこのまま本題ってこいつって、<laughs> なんと、もう身も蓋もない方みたいな。そうそう,そう。では、そろそろ、おっと、おっとこ、ま、こま、おっと、こま、 え、だっけとくさい。どこだあお、男前。え、ちょっとそんなことは、ちょっと女子、女子が、ちょっととりあえず、なんか殺到しないんですけどみたいなね、コントラートをしってことで。<laughs> マジで、ちょっと。ううき,き、うもう、どうな・・・う、ぎゅう どうも、どうも皆さん。ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。<laughs> 残念無念。もう、ライバル、強い馬が、ソロだが全然シンバじゃないか。<laughs> 弱い馬、弱い馬とやっと、シンバ勝てると思ったのに、残念ながらいけそうもな。何これ、ちょっと。 じゃあとか、ベロンゲ、近い、じゃあ、どうぞよろしくとこなんなんだよ、一体これマジで。なんなのっていうね、これ。もう、本当に。 なん近いなんだよ近いってこれ。マジ近,近くでもいいだろうみたいな、これ。そうそうそう。えぐいとかしと何なんと言ったら、マジでこれ。おー、いうことで、今日は、ちょっとライバルは分析をね、していきたいと思いますってことで、マジでお、思想が出てるって、まジてもう、ね、ふけちゃったかしらみたいな、そうそう。えー、もう諦めたまえって、本当に新馬戦はもう諦めきゃいけないのかっていう、これ。うーん。いうことで、デスクトップ。 マジでこれおう、せっかく真面目にアドバイスしてやったのに、顔出し切れて流した、ごめん、ちょっとね、流した、もう一回書いてくれると嬉しいなっていう、そうそうお前の股につい,ついてるのって、あごめん、小さすぎて、揺れることもない措置なんですね、ゴミと間違えつま、どういうことやマジでこれ。おかいいか、まずな、騒動は認めるけど、それ以外は絶対認めないからって、これそうそうおう。死ぬこと以上の実望と恐怖はちょっとして、本当な、もうマジでな、日に日に増える金利みたいな、そうそうそう、おういうことで、ちょっとどっから見たいんだ、これ。 おどっかこれか。マジで、いい加減にしろっていう、これ、本当に。おいいか見て、まずな、もういいか。51秒台が相当いいって言ってたのに、見てみるマジでこれ。もう51秒切りそうなんだけど、これ。ジェスロー。 お梅松桜みたいな。お誰だよ、これ、マジで。おーえー、こきぶりって書くの忘れどういうことだね、これ。こキブりって書くの忘れ別に忘す忘す一生忘れとけ、みたいなそうそう。またその服が、ユニフォームだって言ってるんだ、これ。ユニフォームっていう。そうそう。えー、もう一回書くと、メンテ中、タイピングの音聞こえたら、電話とか音拾うし、気をつけとかいいんじゃないかなっていうね。別に聞かれて困ることはないっていうことで、おあのとりあえずメンテ中っていう。うん、そうそうそう。えー、どれが強いのか教えて。まあ、見たらわからだよ、これお。もう51秒聞いそうなんだけど、これ、マジで。 おどうなってんねんみたいな、ちょっとおえー、今流行りの花、なんで花マスクって花,花マスクってどういうことやねんみたいな、さくらたんは強いから、マジで梅松さくら強いのこれ。マジかよっていう、これ。お,、えー、お前、しれっとシンバ3頭買って、3頭買ってんの、2頭だよ2頭お。どこで3頭、もう1頭どこに行ったんだよっていう。ちょっとーえー、んユニバンスって、借金で カクター、カユニバンスってんだよ、これ。え、ユニバンスおーこれいや、俺じゃねえよ、これ。俺じゃねえよ、もう4歳じゃねえか、俺、新馬じゃなくて、これ。お4歳だから、これ。そうそうそう。しかも、ちょっとあんまタイムそんなによくないみたいなね。そうそうそう。もう、2頭出ちゃったみたいな、これ、マジで。クソが、マジも。もう、ほんと、えー、初出場の1着50万、そんなの欲しいよ、当たり前だろっていう。おそうだから、いいか。新馬戦勝てば、後のローテはゆっくり組めるんだよ、だから。 うん、だから最初は勝っておきたいっていう、そこ。うマジで。だそこを狙ってたんだろうがっていう。来ちゃったじゃん、もうこれ。来ちゃったじゃんこ、ゃゃんこの2頭っていう。うなんなんだよっていう、マジでうそうそうそう。しかも、ここ西脇うバカ、マジで西脇も来てるから、これ。まあ、ここはそんなにそんなだけど。お え能力検査みたいな。そうそう。えー、スマイリーリバースとかいつか買ってねえよだから、もうスマなんかスマイルってもうなんか多すぎるからやめようかなみたいな、これ。そうそう。二歳の早いうちが稼ぎ時だからね、特に今そういうこと。うん。だからもう本当に、もういないうちにどんどんやっとけっていう。てか、それをなんなんでその他が邪魔をするみたいな。おぉ、マジで。そうプロバイプロバイド五十一秒六6。おこれ、うん、ちょうど出たけど、これ五十一秒六うんもう全然だろっていう。 おで、これ、これが、お前、ちょっと、ま、最強、マジ最強みたいな感じになったこんな、全然相手にならないだろうって、この相手だったらお、全然いけるじゃんみたいな、なってたら、ばっか51秒台とか、どうしようもねえよねっていう、これ、マジで。おう、脳剣で走って、本番で走らなかったら仕方ないだろう、バニクエ5、どういうことあんねん、マジでお。いや、そっちはそっちみたいな、うん。 だからもう、もう、そもそもだよ、これ。納経で走らなかったら、そもそも走らねえだろ、みたいな。お問題五51秒の馬が高いかどうか、まあ、そこは知らんけどね。お別に高い。でも、まあ、ちなみに1000万だろうが2000万の馬だろうが、100万の馬だろうが、同じレースで走らされるんだから。おそうそうそう、えー。今日は幸子さんの気分、ワクワクするコーナーありませんよな。何の話やねんって、これおさ。幸子さんの気分、ワクワクするコーナー、どんなコーナーやねんって、これ。そうそう。えー、感銘はあなるか、借金か、持つのどういうことや、ね、全部ダメだろって、これ。お全部 全部なんかもうすべて、なんかこれ通るわけないだろうっていう、これ、6つのは通とかもしれないけどっていう、えー、その他はオープンでも、頭数集まらなかったら、5レースとかにやるから、売り上げ重視すぎる、そう、な、本当に、馬主のことを考えるよなって、マジでお、ケチすぎだよっていう、そうと2歳で80層か勝つとだとプラス80、確かにそのぐらい、うん、なんか、あの手当てとかも出るから、まあ、80ぐらい入ってくるわけだよ、なんなんだと、マジで、なんなんだと。 お結果的にこういうのが出てきてしまうっていうね。うん。西脇。まあ、これ、ルチャルお。なんだこの、5まあ、50秒3、まあ、これは800だから、単純計算できないけど、おマジかとお。出てきちゃったじゃんみたいな。おななほんとだから、やったもんな通数5とぐらいいたんだよ、前回も。おマジで。うん えまあそのだけば松の安置だからしょうがない。俺、結構頑張ってるけどね。結構そんなに貢献してると思うけどねっていうそ、そ松の川かむりを。ということで、だからもう申請じゃありませんけどみたいなそ、そ5月25日のやつもね、5月25日、見た見ただから、さっき見ただろっていう,う、これ、ここはそんなに大した、こっちか、こっち発想か。お まあ大したお、そのタイムじゃないから、まあ、まあ、実力のことわかんないけどそうそう、えー、その勢いで出走しても負けるからしょうがない。だその勢いで出走してもどういうこと,ううことやねんみたいなお。だから、もうほっとな、もうな、せっかく楽しみにしてたのってね、はずの新馬勝ちみたいな、いい打球者としてもね、うん。なんな、ほっとね、マジで。なんなんだっていうね、これ。おまあ、あとは、 まあこの馬か、これは福岡か。まあこの辺はちょっと、まあ、正直どうでもいいみたいな感じだけど、おマジでもうこれ、ありえないだろっていう。浦和、えー、もそうだけど、佐賀も6等でやったら、そうなおだからそうなんだよ。だそこやんなきゃって、マジで。うんまあ、こっちの農の,、まあまあの西脇か。おこの田中美長救者のもまあまあいいらしいよっていう、うん、このね、愛の輝き。まあこいつ立たたるのは覚悟してたわ。 こいつと当たるのは格好してたお。ただ、他の馬もいらんだろうみたいな、マジで。お他の馬はいらんだろうっていうね、これ。そうそうえーうん、投稿軍団、スマイル軍団のダバの BBQ パーティーありませんよって、これ。なんで、なんで,なんでとこライバル軍団に食われなあかんねんっていう,そう,そう,そう,う。どこだっけな。もう、そろそろでも投稿軍団も、あ、きた投稿ってオうよね、これ。これ、これ、これ。マジで。 発想検査も通ってますみたいなお。マジでこういうの控えてるからさっさとやんなきゃいけないんだよって、これそうそう。お前そのなりたどうでもいい、マジ勘弁してよって。俺結構頑張ってる方だからっていうそうそう。え、ビュンビュン早そう。ビュンビュンおなんか名前が早そうだねみたいな。そうそうそう。えー、ぶっちゃけ5頭も集まらなかったのが現実いや、5頭はいるよ、5頭は。 おさ笹5頭はいるよっていう、うん。だってもう、農研相当通ってるもんっていう、そうそう、その名もさっさと廃止、いや、廃止はやめてほしいっていうね、俺行くとこなくなるみたいな、そうそう、6頭の予定が除外取り消して3頭出走なんてのもあったの、そうだよ、だから、おうだからそういうのをやるべきだろって、マジでお、ちょっと見てみようか、それ。うん えー、NAR ってことで、そうそうそう、う、えー、んはるかかなたって、お前、お前の馬、はげてるから、その名前、どういうことなんだから、いや、はるかかなた、なんか、なんだっけ、なんか、オッズパークか知らんけど、どっか、おなんか、それがなんか、地方復興みたいな、なんか、そんな感じやってんじゃなかったっけ地方、わかんないけど、おなんか,か,か、金儲け、がてらにそういうのやるのやめてほしいよなって、これでやるんだったら自分の金でやれよっていうね、俺みたいに、そうそうそう、おなんだっけ、どこだっ,どだっけ、どれだっけ、何を見ようとしたか忘れた、これ。 おあ、そうか、そうか。えっ、ー、と、えー、と月別の日程ということで、えーえー、どれだっけどれその新馬線お、えー6。6月から5月とお、5月のスケジュールドーンおー。で、これで、えっ、ー、と、南関東で、えは、ー、浦和おこれかな新馬線、うん。これか。おほら、こと、な 五刀。五刀でね、いいか、見てみろ、これ、マジで。五刀で2レースやるんだよ、これ。 五藤で二年生やるんだよっていう。おこのな,なんか男前なところをその他持つべきじゃないのかっていう、おめでたい話としては、吉村くんが東京ダービーに乗るって、マジで頑張ってってことでおそうそう、ね、よし、久しぶり。ね、久しぶりってことで、これお。ってことで今日はライバル分析してますっていう。そうそう俺は投稿軍団。帰れってこれ。帰れってこれ。マルシの品格がないから新馬が。<laughs> 何なんだよ、一体ってこれお。こういうのをね、こういうのをちゃんと見習うべきみたいな、これ。そそそうそうう マジで、出走、競争除外、出走取り消しみたいなこれ。お計測不能が、しかもマジで、しかも赤岡みたいな。そうそうそう。どういうことみたいな、これおもうなも。もはや、もはや、計測不能のこそ二刀立てみたいな、これお。マジで。どうなってんねん、みたいなこう。こういうのが大事っていうね。うん。 こういうふうにしなきゃみたいな、そうそうそう、いうわけだよ、これ。うん、そうそうそう。えー、こうなると、そのなにしがむつ理由ないな見,見に行けるわけでもない。まあ、確かにね。おただ、まあ,あ、信頼できる調教師がいるっていうのは大事だと思うっていう。そう,そうそう。S 秒で昨日負けが2000人まで戻した。よかったねってことでもね、1割バックちょうだいっていう。そうそう,そう。え、脳研合格したからって即出走するわけでもないんだら、<laughs> クソ、無ノンババハゲノブコの金食い虫が死ねってどういうことやねん。だから、いや、だ脳合格したら、とりあえず、 出る権利はあるんだから、普通にとりあえず走ってこいよっていうの普通にあるだろうみたいな。おう、投稿の480キロあるじゃん。お前の、ダバじゃん。馬鹿が全然ちげえじゃん。だから、こいつあれだろエンパイメーカーだ、ね、エンパイメーカー。うん、エンパイメーカーできへから。おん、とりあえずね。そうそうそう。だからまあ、まあお、別に馬格だけで全てじゃないから、ちっちゃい馬だって普通に勝てる普通に450はあるんだから。うん。 マジであっちゃんネタやってどんな振り方やねんすねもちろん上手に振れっていう。その,、えー、そのレースにどのレースだよだから。あ、このレースおーちょパケット代がみたいなこれお。ちょっと一応見と,み見とくかお。一応見とこうかなっていうことで。えー、どれだっけ、えー、これか。えー、マジでど。どういうことっていうね、これ。おこれか。これな。お まさにな、ドリームだドリーム、もう三党だぞこれ、農研ですか<頭>みたいなこれ、お。 もう、冒険だろ、これ、マジで。冒険じゃねえかよって、これ。音立<ー>てーーで賞金5着。20万くれ。そうだよ、5着って、そもそも出た瞬間に賞金おめでとうみたいな、これ。とととも5着ないだろっていう3着までだから。そのだけ、バ幹カン部、死に線めんどくさい <laughs>。マジやめて言ったとかだも本当もう暴動起こすと、マジで。そうたら馬券コーは少ない。わかんない。うん、でも一応、クロチはクロチってたけど。別に、普通に回ってくれば、普通に回ってくれば、これ。 お賞金これも、もうもらえてるからね、これ、賞金お。もう賞金これもらえてるから、これお。マジで。何これみたいな。お前の年収に継続、帰るマジで一生懸命頑張って働いとるから、みたいな。おえー、なんか、うーん、金がないけどなっていう。おう金がないけどっていううおう3番ってな、これ。お マジえ、ここでボケてたどんな振り方やねんみたい後ろの下、振り方これ。振り方っていう。340キロで走ってるのも、あ、そうなんだ。マジでっていう。3え1352000。まあ、敵地おめでとうっていう。敵地おめでとうっていうね、これ。そうそうそう。どうなんだろう、これ。うんと。えっと、どうやって見るんおまあもちろん、もちろん発売ないよねっていう。競争成績と。もちろん発、あ、100あるんだ、一応。 あ,あるんだ、これおう。すげえな、これ。あ一応、あるっていう、100円おう。これ、100円、百円、これ70円じゃないんだ、これおう。なんか,かえ、返す、そういう感じじゃないんだ、これおう。当たり前だけどね、これ。全員的中おめでとうっていう。おう全員的中おめでとうっていう、これおう。すごいな。あるんだ、これある。あるというか、 あるんだねっていうね、ちょっとよくわかんないけど、そうそうそうえしかもこれ赤岡2着にマジかお。2着全部一番、あー、これでも三連単は3番人気か。3番3番人気、これ何通り組み合わせあんのこれ、6通りか。そそうそう,そう、えーちょまあ、調教だね、これそうそうそう。浦和とそばだどっち大きいの浦和だよ。全然浦和だよそうそうそう、ね。松のテストってどういうことだよ、松のテストって。そうそうそうポ,ポリエントもだから、だからなんか、すり方が下手くそすぎるだろうって、そんなんできるわけないだろうっていう,そう,そう,そう、えー。今年の2歳戦はハゲが勝ちそうなので、じ自滅待 で行いませんらじ自滅まで俺がじりじりやるとばカやろ、マジこれ6月は絶対持たない。おマジで。6月も絶対も超えないの。峠越えられないからっていう。そうと何が発売してるね、マジでお。当然ながら100円ってことで。そうそうえジュディ・ハゲさんですからウェンディス・ポーリー・ホリヘンジャーここないよこれ、そうめんないよみたいなね。そうそうそう。えー、前売りしちゃって。まあそうだね。とっていうことは、途中で取り消しなったんだ。うん。 なるほどねっていうね、そうそう。最初の戸建てで発売して締め切り、除外になったから、あ,あそういうことなんだああ。なるほどねっていう、そうそう。お前馬主なのに取り消しとか、上、表除外の違いも知らないの車に引かれてして、どう答えるんだから。おいや、だ、ちょ、ちゃんと見たらわかるけどっていうね、これ。取り消しねっていうね、そうそうそう。でまあ。 まあぶっちゃけ、この計測不能の2等がね、これ2着3着ってよくわかんないけども、まあまあこんな感じで、なんか、いいよな、これ五5着の賞金どうなるんだろう、これ。5着と4着の賞金、これこ、ここに払われるのこれ。払われるわけないよな、これ。どういうことみたいな。さすがに副賞は払い戻しないかっていう、まあ、副賞ね、副賞、あ、副賞ないんだ。 うん。復賞はなかったっていう。そうそうそう。えー、何がうまたん、うまたんのが、わ、本当んとだ。うまたんのがついてるねっていう三 <laughs> 連体よりうまたがつくってどういうことみたいな、これ。そうそうそう。これで一着賞金200万は美味しいし、いそうだよな、これ。お走った瞬間に30万確定みたいな、これ。おどういうことみたいな、これ。そうそう,そう。えー、五島で一着に、一着200万ってマジでな。おすごいなっていう。うん。まあ、この賞金見ると、 あーやっぱりちょっと難関の方がいいよなみたいな思うけど、正直オタクは払えないっていう。お5等でも12等でも馬券買う人は買うのにねっていう。まあそうだよね。うん。確かにお。まあ何通りっていうのが少ないから、まあどうなるのかっていうのあるけども、おやっとけと、マジで。だから、その他のも結局2歳前レベル低い門別なやつに全部やられるみたいな、そんな感じになっちゃうんだよっていう。おそうそうそう。えー、同じ旧社のやつ。あ、そうなんだ。何、えー、て読むんだろうこれ。うん。コヒサ。 おちょっとなんかわかんない。そうそう。三着そう三着でも三十四万っていうね。おこれだからマジで。おちなみに農研クリアするだけでえっと五十万もらえるんだっけお確かな。そそそうううえ園田はいくら園田は一着で五十万じゃなかったっけ確か。おなんか前、これ乗ってたからこれ多分、これね。一着賞金八十万だ。八十万。八初う走。で、深かあ、でもね、ちょっと待てよ。 1、えー、一着賞金が80万、えー、付加賞金が30万、付加賞金、知前許が50万で、出走奨励二20万で、180、そう、180出るんだよ、これ、1着取ったら、マジで。お一撃。おんそうそう。えー、美いしいかもしれんけど、本当に強くなれば、後々クローズで無駄に賞金ゲットして、クラス上がるからな。いや、でも、180万だよ、これ。おマジで。で、認定たったら250万、合計430万、マジですごす、すごすぎないみたいな、これ。そうそうそう。えー うんえー、もう難関行こうっていう。まあでもな、難関、ね、旅客が難、ね、関行くんだったら俺は中央行きたいっていう。安い、安いというかごめん、間違えたお。80、30、50、20足して180。うん。しんばかったら。 お全部、全部いいか次の場でにオンするから、マジで。そうそうそう。え、北海道行きよ、そのじゃ勝てないんです。いやだからそ、北海道の方がレベル高いって今、お二歳戦は。そうそうそう。予託は高いが勝つとでかいな。まあまあ、そういうこと。うん。だからまあ、ハイリスかハイリターンってことで、おそこはまあ、まあいい、いいっちゃいいんだけどね。そうそうそう。ていうかさ、これ。 おもうこういう投稿、ディオーネとか、まじ控えてるからお、そうそうそう、えー、そんなの、馬、まあのレベル、ジェニーさんが下げてる、俺が下げてんのおまあまあちょっと、おなかなか勝,たせ勝ってないからな、最近全然っていう、そうそうそう、えー、一撃で馬代取り返せる夢、いや、夢あるよ、だから、新馬戦勝ったら一撃で取り返せる180万、うんまあ、その育成費まではいかないけど、認定までいったら430万だぞ、まじで。 おそ,れそしたら、これ、相当でかいよなっていう、1着で180万、それはかん7月まで延長しよう <laughs> どういうことなんだから、おいや、1着でそう、だから、不可賞金、知全協とか、あの馬主協会とかの,その、なんだろう、不可賞金回せると、初出走戦はあの180、1着が。 おう、マジで。ちょ、え、一歩一歩行けよ。JRA の前に何回。いや、何回、もうそこでもう一回この信頼関係作っていくのは正直ちょっとしんどいみたいなおうとこあるから、マジで。おう、だからこいつな、この二刀な梅松、梅松桜強いのこれ。おう、これ強いのこれ。よくわかんないけど。おうちょっと待ってよ。えー、リアルタイム検索と。お ちょっと見てみようかっていう。そうそうそう。JR の前に JR に飛び込む。し <laughs> んどるかな、それお。俺死んどるかな、みたいな。そうそうそう。ちょっとリアルタイム検索で見てみようか。おおこれか。ちょっと見てみよう。おおえー、これか。おおあれなんだよ、これちょっと。おおえっ、ー、と、んこれか。おー、そうそうそう、えー。トレーニングセールの方がよく。トレーニングセールはね、良かったね、今年は。 お今年はちょっとね、穴場だったっていう。そうそう。う松は難関難関行かれへんわっていう。なんか、これ逆ですかみたいな、これ。そうそうそう。いや、難関はなー、知ってちゃんと信頼関係築いていければもちろんいいんだけどお、ちょっときついかなっていうね。そうそうそう。えー、買ったらとりあえず今後の予約のためにプールしいや、今後の予約のために攻め、そこは攻めだろっていう。おうそこは攻めなきゃっていう,おう。次の間に全部オンするっていう。そうそうそう。うえー、松がつくから多分弱い。どういうことやるんだから。俺、俺全部俺に関連すると弱いみたいな。 そそそうそうそうこんな感じお、えー。後発から花に立つと四角まで持ったまま、他のジョッキによると、追い出して少しふわついたそうだが、最後まで足湯も取れず、特に8200万、て注目だみたいな、おう、らしいよ。そうそうそうお、ちょっとよくわかんないけど、うん。あともう一個これか。うん。マジでな、これ。おー そうこういうのがどんどん出てくるからさっさとやらなきゃみたいな、おそうそうそうえー、梅松の兄弟みたい梅松梅松の兄弟なんだお、プロバイドぐらいだ、どう答えこねんだから,いやだから、いらないから、そういうライバルは、おマジでお、じゃあ、んじゃあ新じゃ、新馬戦14回勝てば、新馬戦は1回だけ、うん、ワンチャンしかないんだよっていう、だから、そうそう、え、ハゲ松さんどう答えこなんだ、梅松さん、俺の馬じゃねえから、まずね。 おまず俺の馬じゃないからっていう。そうそうそう。えー、はっきり言って、そのだと、そのだでお前と信頼関係にるのは井上っぽだけどういうことやねんみたいな。おや、井田先生とはちゃんとお、ちゃんとスクラム組んでやってるし、渡先生ともちゃんとうまくやってきると思うけど、そうそう,そう。えー、瑛進サンディとか渋いなエイシンサンディ、ああ、父ね。うん。だから、なかなか、お血決闘的な渋いよね、みたいな。そうそう,そう。えー、去年サマー性能の一人なんあ、そうなんだ。目松いくらあ、どうなんだろう。おサマー性能の一人で、えっ、ー、と、 どういったんだろう,おう庭先って感じおうそうそうそう、まあ、そういうのね、いいよねっていう、うん、マジで。おうだちょっとね、この辺が、もうちょっと正直お、なかなか勝て、なかなかこういうのが、ね、いなければいいの良かったのにみたいな感じで、お来てたけども、おまあ、ちょっと残念ながらみたいな、おうちょっとこれ,のこれで検索してみるか。 そ、うん、そうそう、うんえー、飯田先生はお前の一瞬でおいどういうことやねん、マジでお、えー。あれ、ちょっと待ってよ。脳あれそのだ、脳研これで検索で出てこないのかな、これ。ちょっと一回これで見てみようか。2歳の能力検査。あ、でもこれちょっとこれだと2歳以外も混ざってくるか、これそうそう、えー。でも今年の日本ダービーって100万とか200万の馬出たのは今。あ、そうなんだマジか おだそ,うそういうのはやっぱ夢あるよね。うん。だから俺にもチャンスはあるってことだから、マジで。おもう竹野にかにどういうことだよ、ね、竹野ってど。どっからその名前が出てきたんやっていう。そうそうそう。なので、まあ、ちょっとね、これ見る限りは、うん。まあ、これちょっとねプロ、プロバイドの情報も載ってるけど、おもうちょっとな、ライバルが出てこないうちにやりたかったなっていう、お感じかっていうね。そうそうそう。 なのでちょっと。まあこうやってジェスロ。年末桜おお。この辺が出てくると。 まあちょっと、まあ、新馬戦で出てくるかどうかわかんないけどねそうそうそう、えー、松のベルベット、ベルベットどういうこと、ね、ベルベットの馬ね、最近、うん、競りに出されること多いからね、どうしたのみたいなそうそうお、お前自分で51秒6や、こいつ脳剣で余裕を持って走ったからって自信あったんだろ、お前が信じないから負ける前、兆候作ってんだよ、はげって。いや、だから単純計算で見たらわかるだろって、これは、まあ、51秒6と51秒でどっちが早いんだよ、だから、おだからこういう馬が出てこないうちにさっさとこれ、新馬戦180万かっさらって、次の馬にオンしたら、 お前、どんどんこれ、なんだろう、えー、あの負のスパイラルみたいな。おのでどんどん勝っていけるんだろうかっていう。メマツもゴールドヘロー、あ、そうなんだ。うん、ね、ゴールドヘイロー三区同士みたいな。そうそうそう。えー、400、円0あ、馬体も一緒ぐらいお。馬体もちょうど一緒ぐらいっていう、これ。そうそうそう。なので、ちょっとなー、ちょっと、えー、そのだ、松野から離れて、どういうことなんだからお、やっとけばいいんだよって、新馬戦を、だからそこで。おだなんとかなー、こいつが。うん できれば、まあ、ちょっと出ない方向でみたいなお感じになってくれればいいけど、もうこいつ出てきたら、もうちょっとマジ厳しいみたいなお感じにはなると思うけどねうん。っていう馬が続々と出ています。さすがに今週、来週やらないってことはないと思うけど、まあ、万が一そのなんだお、なんか抽選とかになって、はい、ブッブーみたいなお感じになったらもう終わるみたいな。そうそうそう。えー、っと、ちょっと待ってよ。 レース情報番組。うん。ちょっと見ていこうか。お、番組。これもう出てんのかなうん。あ、出てるか。ちょっと待ってよ。えっ、ー、と、デフォルトへ戻す。うん。えっ、ー、と、これの10日ね。お、これな。初出走。お、これこれ、みんな。お、二2サイバー促進競争ってことで。お、これ。ここだから。うん。なんとかなっていうね。おそうそうぜ。いつ出走かけて。多分、月曜日。お、来週の月曜日。1週間後。 おとりあえず木曜日の時点で、大体そのあの成立するかしないかっていうのは分かる。うん。だからその,ふその上でっていうね、そうそう、0.2秒で1馬身差だから、単純に3馬身先は走って、まあそういうことはねお、そういうこと、その3馬身詰められるかどうかって、まあスタートにもよるけどね、そうそうそう、うえここまでを要約すると、ダバだから弱いのと戦わせ,戦わせてくれを頼むよってことだったらまあそういうことですね。まあ、ダバだからって認めないけど、お相手弱い方うが全然そらいけるだろうっていう。おう まじで。もうふざけんなよなっていう、だから。うん、まだから、とりあえず、ここな。うん。ここを今目指してますと。うん。これね。うん。だここがまあ成、まあ、成まあ、多分成立はするでしょうと、今度は。うん。成立して、あとは、なんだ。うん。 もう抽選通るのを祈るの祈だけみたいな、うん、前回、だから一応登録してんだから、そこはなんか、あの、優先権とかくれよなっていう、マジで。その結局中、いや、抽選に、だから12とわかんない、10とか12とかわかんないけどお、それ以上になったら、 まあ普通に、おまあ抽選になるよね、みたいな。そうそうそう。うえー、これで抽選になって除外されたら、当マジ切れるわ、マジ。ウケるじゃねえよ、マジで。おマジ切れるわっていう。そもそもどうなってんだよ、みたいなそうそうう。梅松はサマーセールの希望格300万だから、ね、一人の後、庭先だと100万台。まあそんなもんだろうね。うん。まあ200万前後ってとことじゃないかな。そうそうそう。うん、えー、転敗、除外のじ、もうな除外したら俺多分なもう腹切るかもしれない、マジで。これでまだ2週間,2週間先だろ、これ。お6月末だから。 おもう死んでしまうから、これ。そうそうう、えー、ジェスロの兄弟945。マジでおジェ,ジェスロの方があの主人のやつかお。あ、いや、ジェスロが主人じゃない方かお。ちょっと待ってよ、これ。見て,見てみようかお。ジェスロ、ジェービス。うん いくらだったんだうね、これそうそうう、えー。結論、馬券でも人のせいにするから待つのには、どういうことなんだから。いや、それは、それはかちゃんとお、もうこれ、誰のせいかって明確だよね、みたいな、これ。そうそうそう。衛震算でちょっと見てみよう。うん。ジェスロ、ジェスロ、ジェスロ。これか。おうえー、っと、値段。値段乗ってないわ、これ。うん。値段これ乗ってない。 おえー、安城だよって、杉浦君の予定、うん、杉浦君の予定、状調教持ってくれてるから、うん、今来た今日はシンバ、シンバの話はライバル馬分析お、ライバル馬が続々と出てきて、ちょっと勝てそうだったのが、ちょっと雲行き怪しくなったみたいな、抽そ選うそうそう、えー、通ってさ発送前に除外になって引退のパターンが一番めしまマジやめてくれみたいな、ってかな、もうそえが出て初めてきてるんだから、 おこれ、調教そのまま積んでったら、普通にこれ、なんか、どん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 これ、足に来るみたいな。うん。だからさっさと、新橋戦終わらせて、休養させて、ちょっと緩めてな。おうん。それで、なんか、次に備えるみたいな。おうなんか、この JRA 認定競争を備えるみたいな。そ、そこやんなきゃいけないのに、みたいな。うん。今日、盛岡ダービーの勝った馬が決闘なかなか。あ、なんだっけ、ちょっと待ってよ。え、ローレル・ルボルヌールはどうなったの、結局。お盛岡ダービー、ちょっと待って、盛岡、見てみようか。 おーロールなんだっけ名前忘れたけど、おレッド、なん、ロルルっていうやつなんかあったでしょっていう、NAR、うん。あのー、なんだっけえっ、ー、と、あ、そうそうそう、ロールボヌールね。おーサマせる400万。確かなそうそう、全然安いっていう。そうそう、おえー、そう,そう首つること、どういうことやんだから、どういうことやんだよ。お母馬のユーモア溢れ、母馬ユ,ユーモア溢れる名前、ど,どれかみたいな、うん。そうそう、ロールボヌルール、まあ、それは一だろう、だって。おそあいつ、ばっかり、確か、 なんだっけ、ファあのー、フレンチディピティだっけフレンチディピティだよねそうそうそう。おーえー、ローレルモード・モンのマーせる400万ドル、励むのを書えたなお前は遠征させまくれ潰し、潰だそこは大事にするわ、みたいな。そうそうそう。えー、今年の日本ダービー出走、グ,グンチャーレ210万、コースモンボール100。あ、そうなんだ。マジかっていう。おそうちょっとね、夢あるよね。まあ、楽勝だろうね、それは。うん。あれは強いよ。あれは強い。おぶっちぎりすぎた。マジか。 おなんか、あれしょ、南部杯のお着馬と2歳の時点で同じタイムみたいな、おーえー、ロール・ロールボヌール、10羽さマジかっていうおだ、やっぱね、フレンチデピティの母系にロベルト入ってる感じ、おこのタイプ、まね、100万、200万には買えないけど、これシンバ買ってオンしたら、その辺いけるから、マジでお、すごいと思ったら。 すごいと思ったら同じぐらいのタイムいるし、希望が薄くなったハゲのよう。どういうことやねん、だから。いや、ま、ま、希望が薄くなったんだけど、おま俺の頭関係ないよね、みたいな、これおそうそう、ま。だからそこなーっていう。なん、それがあったら俺も次の、また馬にオンできるってその、スパイラルを描けたっていう。そうそう。えー、でも今一番、地方3歳で一番強いのは、えー、門別の親子高だよ、んかの前より。あ、マジで親子高。ま、聞いたことあるこれねお。親子高。うん。 ちょっと見てみようか。親子だか。これなんだっけえっ、ー、と、おーああ、でも、どれだろうお。乗ってない。うん、これか。おーああ、でも、待、まあ、って、ぼちぼっちって感じだけどね。あ、これか。兵庫に来てたもんね。確か、2着にお。1着はどこだっけ、あのー、裏の間だっけそうそうそう。 これね、確かに。おーえー、ローレム・モール父、チチフレンチ・ティピティ、ハシンボリクエスな、ロベルト。うん。まあ、ブランズ・タイムでも全然いいけど、みたいな。それちょっとね、飛びつきたいよねっていう。お確かに、親子だかばあ、そうなんだお。なんか、どうなんだろう。そうまあ、確かにね、ぶっちぎってるね、2000連続。そうそうそう。こんばんは、諦めて。諦めたというか、ライバル馬がどんどん増えてきたっていう、これ。おちょっと待って。ええシンバ、シンバ戦、えーシンバ戦、えー なんでこれ戦う。戦う。延長のせいで、えなんだろ、う有力場が続々というね。ふざけんなよっていう、これ、マジで。そうそうそう。ダービー目指してるんだし、盛岡ダービー、盛岡ダービー見てみるこれ。ま、てか、あれはいいな、あの、あれクラスつかんだらさ、そらもう楽しいだろうなっていう。マジで。それクラスつかんだらそら楽しいだろっていう。こ,これか。 えっと、これか。えー、どれこれか。岩手ダービー。うん。そら楽しいよっていう、これ。おー、マジで。ダッシュボー、えーがいうん、親子だから JDD でも勝負ないし、マジでしましお、まあやっぱ、門別はな、門別はやっぱ強いんだろうな、なそういうのはね。<JS> おーダービーウィーク2 0どれだろうね、ローレル・ボヌールは。

サムだイなんだ、シュジャンっていうところ、ね、がってこ、これまだ目ありません。これ何これローレル・ボヌール 2番手のポジションですが、うち1番のストライクが、これ俺もうなんか番違うじゃん、これ。なんか違うわ、みたいな。1200を通過して向こう上に、まだ俺の馬は走ってねえからって言うんだから、自分の影には小さい。何なんだよ、これ、マジで、本当、それちょっとね、もお抽選盛りとかやめてみたいな。

ロールボヌール、リード3馬シンで400通過。2番手、何だろうね、ロだろうな、この違いはロールボヌールルボ先ていす2番手6番の場合、全然追わないみたいなことで、ライデンは東京かよみたいなことで、今日も全く追いません。200メートル単位なの、マジでこれがダービーかよみたいな。これがダービーですかね 3番の東北ライデン、そして6番のオテーロ、7番の前体バンディと入戦です。シンバシンバこの競争は直線で、シンバだだなすごいなーの直線となりまして、2番のシーティング・ザ・ライトが故障発生、マジで、故障発生だってかわいそう、これお。なんかこの圧勝の裏で故障発生とか、おマジで。まあ、これ、親子だから、まあ、でも侍、ちょっとこれ、決闘見とこうか。うん。デュピティの血は偉大だね、しかし。 おう、デュピチの血は偉大。おう。まあ、やっぱノーザンダンサー系の肌に、おラ侍っていうのは合うんだろうな、これ。そうそうそう。おうえー、お前がこれぐらいの希望がみ、希望が見れるのいつかな。いや、だから今年だろうっていう。おう今年を糧に、その金でまた次いいの買うから。おだ、一応、ケットイケはいいんだよ。ただ、最上じゃなっていうのはあるけど、お、まあノーザンダンサー系の肌に、男、ま、子ンン、あ、でもリファールか。 おこれまあ、近いっちゃ近いんだけどな、これ。お近い、ノーザンダンサーバリバリだな、これ。おリファール、えー、ダンジグー、でミスプロ、ちょびっとみたいな。うんすごいなっていう、これそうそうそう。まあ、ちょっとね、血統背景はちょっと似てるから、これ期待していいんじゃないかみたいな。おなんだっけ、あのー、うちのガーランド、おーガーちゃんね。そそそうそうう 何だえむしろコバ相手にやらせた方が3歳にはいい気もするっていう。うん、むしろか。まあ、確かに強い相手でやった方が、どん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 成長はするからね。そうそう。生き延びるなら、生き延びれるなら、こじな馬券当てておいて。だから、馬券当て落ちたっても、なんか、騙す、騙す人がいるんですけど、これ。おニコ生とか、マジで。そうそう、うん、走ってる時の体の使い方は、タバとちはそうだよね。なんか、もう、弾けるような感じ。うん。マジで。 たあこういうライバルがいっぱいいる中で、ちょっと戦っていかなきゃいけないからな、これ。そうそう。そういや、ゴ5とか、言うたが飯食いは、何してるんだよって。今週出るはマジで。まあ、明日やるけどね。そうそう。おばあ,おばあちゃん、ゴッドインチーフとか、松野とかよく知ってんだろ。ゴッドインチーフなんだっけコマンダーインチーフじゃなかったっけおコ,マコマンダーインチーフあれだろう。あの、アインブライドの父だった気がする。うん 確かもうなんかもう昔1996年ぐらいっていうねそうそうそう、えー、そのだまあ集まらんまあ集まらんねおあんなも東京さんボンボンあんな入れ,られたらもうそれはうめないだろうってう他入れるわっていうそうそう,そうでもこういう馬が中央とやっ てあっさり負けてしょんぼりす、ね、まあ、確かにね。おーだローレル、ロールボン、んち言えない、ロールボヌールは頑張ってほしいなっていう。お,こんなお前がこんな馬引き合ったら、毎日配信して、ワインガブ飲みして、まあ、確かにね。てか、もう酒俺飲めないけどお、もう相当、相当それは毎日も配信して、あ、すいません、僕ちょっと、あの、この馬の馬主なんですけど、みたいな。まあ、そういう感じになるの、みたいなね。そうそう。毎日行っちゃう、みたいなの。うん、えー。農研以来、本気出さない高校。高校はどうなんて、高校だよっていう。うん。今週水曜日か。うん。 なんで、ちょっとそこはまたやるわっていう、そうそう。うこれどこ一番、んこれどこ一番見たらいいのっていう、おうん、どれおうん、どこみたいな、そうそうそう。うまあ、えっ、ー、と、はず、シンバは、まあ、ここみたいなお、ここ見てくださいみたいな、そうそうそう。うえー、ここにいる人は騙してない。本当かよっていう、これお、マジで。本当勘弁してくれよなっていう、そうそう。シンバを買う前に不運の原因を除く。なんなんだろうな、この不運の原因は、本当に。 おもうほんだから、多分成立はすると思う。うん。だから、あとは、もうここ。もう、ちょっと抽選通ってくれっていう、くじ引きの問題。そうそうそう。おえー、うん、あ、水曜雨だから鍛えて。あ、そうなのそうなのえー、ちょっと待って、見てみようか。おお。えー、そのだけ、今。えー、天気。ちょっと見てみようか。うん。マジで、マジで。 おうそ、チャンスありみたいな、そうそうそう,う、えー、コマンダーインチーフといえば、マイネルコンバ、マジで、俺は、あ、もう、なんだっけ、えっ、ー、と、アインブライド、お俺としてはね、みたいな、そうそうそう、うもうなんか、名前もどんどん薄れていくわ、ほんとだ、時々雨、おう、こいつ、チャンスありみたいな、これ、そうそうそう、おう あ、でも、前日は降ってないのか。おえー、放送毎日勘弁して。3 <laughs> 日に1回。だそこはもうちょっと自慢しまくって。いや、すいません、あの馬の馬のあ、僕なんですけど、みたいな。もうそういうのあるよね、みたいな。えー、シンバ、やばいからね。君の匂いがネットに届く。明日がきっとある。どんなに保険で、口臭くても、ちんこむ。 な,なんだこれちょ。漢字読めない、これ。漢字が読めないんだけど、これお漢字。漢字を使うなって、これ。えー、得が足りない。得が足りない、ね。何の話やねんって、これ、マジで。俺は、俺はしっかりと得を積んでるだろうかって、これ、マジでおで。 えー、抽選は待つのには無理だろう。うレイプみたいな真似で、抽選で拒否された。なんて、<laughs> なんてにじゃねえよ、これ。なんてにじゃ。おう、マジで。いや、抽選で、これもう落ちたら、マジ俺もうほんと耐えられない。次、いつだと思ってんだよ。これ、月末で月末。おー無理に決まってるだろうっていう、ことをえー、ここ誰に買わされたんだっけ。衛心 <laughs> だよ、A、え、信、ー、そうそう。A、え、心、ー、お帰りありがとう。マジ、マジ切れるっていうね、そうそう。えー、雨の、雨祈るぐらいなら、紋別でも、背を軽いまでも近い。まあ、確かに、うん。 そこあるからまあもうここはもうほんと無理ってなったらねただ渡す請求者もねあの馬房がなんか増えたらしいっていう、うん、話ちょっと今日聞いたからまあちょっと俺も気合い入れてちょっとシンバしっかり入れてかないとみたいなそうそうっと、えー、雨なら面白い馬券的にも面白いっていうまあねどうなるんだろうっていうそうそうっとムービームービーねまあ普通おまあちょっと虚勢の効果がまあゼロっていうねうん まあちょっとそれがもう残念にならないみたいなそうそうそう、手元に置けないって、東京にいるならどこでも走らせて、まあ、だからそれはあるけども、調教師が分かんないでしょって、知らない調教師に預けるのはちょっと辛いっていうところがあるから、そうそうそうまあ、ちょっとね、あの水曜日、雨、来たいってことで、こう降れみたいな。そうそうそう もう、これなー、マジで、えーこう。いや、コーチなー、まあ、コーチも。うん、でもね、ちょっと手当てそこまでじゃないからっていうね。多分予託も上がってるから。うん、そうそう。えー、今日もつまんな、つまんない、なんだよ、この放送だったな。後ろで、釜で首を落とそうとしてる人、どう思うのどういうことやねこれ。後ろで、<laughs> 配信中。 後にして怖いこと言うな後ろで構い、ま。どういう振り方ね、みたいなそうそうう。えー、ゴ5コーチへとなんと何まで。や。だからそこはどうしよう、みたいな。うん。そうそう。うえー、私、球舎にもシン入れるのをダバばっかり預けてか。まあ、確かにね。おだそこ引き上げると同時にみたいな感じだと思うけど。そうそうう。まあや、私、球舎もエシンさんのおあの力。 ねえ、AC さんの馬入ってるから、おだらまあ俺の、俺なんか別にどうでもいいっていう感じになると思うけどね。そうそう。えー、渡瀬さんとか、うんバに力入れないと。だからそこはちゃんといい馬入れないとねっていう、そうそう。松永みきおとかに預けようぜ。ゲもよくしてる。松永みきおとかに預けよ中央じゃねえか、だから。中央だろっていう、そうそう。のんはスカイ級で、二歳キャロット、サンデレーシング多いから厳しいねっていう。あ、そうなんだ。うん。 外休、外休使いまくれよな、もう、紋別とかなんて。そうそうそう。まあまあ、北海道だから、施設も多いしね、おまあ、その辺は、まあ、そういう感じになろうっていう。まあ、だから、もう、とにかく、もう、その座でまず頑張るしかないんだよっていう、おそこはね、うんえー、今度の新馬線走れなかったら、リストラ祭り開催しまあ、そうなるな、マジ。これ、マジな話お。だって、もう、金が持たないんだもんだって。 おうだから、もうちょっと走り気ない人は、えー、すいません、ちょっとやめていただきます、みたいな。おうそおうえ農研じゃ余力あったんだろう、う楽天的にだから農。余力あったんだろうって他の馬もだからみ見ただろう、だからこれ。もうな何回見せんねんリアルタイム、えー、検索おう。さっき見たろって子だからこれおう。ちょっと待ってよ。どれだっけどれだっけ梅松桜かおう。こいつらもだから余力ありなんだよ、だから普通に。うん そうそう埋めますといい勝負ジェスロは無理どういうことやなだジェスロの方が強いのジェスロの方が強いのこれこれか。これな。これ。四角までは持ったままみたいな。これそうそうそうー、えー、ガーランドは走るようになるのかな走ってほしいけど、母、父、爆心王では厳しいんで。いや、だから、それは普通に父、父の、なんだ 侍のスピードをそこで補うみたいな。おいい配合だと思うけどね。うんただまあちょっと気象的な問題がみたいな。うーとこあるからそこちょっとね。うんまあ、どうなるかな？みたいな。そうそう、えー、6月のシンバで走らなかったらムビコゴーこと。午後はアウトだね。っていう。うんまあし、むしろそいつらが支えてくれるようなパティーンはありませんか？みたいなおところなんだけどね。そうそう、そう、うん、まあしかしうん。 どううん、どう見てもなぁ。もうきついよな、ほっとおー。55とか特に、俺も今まで持った中で一番つらいわ、マジでお。なんだろう。なんか根本的に足らないっていうね。お根本的に。そうそうそう。まあ、田野くん。田野くんが乗るのかな、これ。うんちょっとわかんないけど。そうそうそう。おだこの辺、おまあ、負けないようにおやってかなきゃいけないんだけど、 こいつはいないうちにどんどんデビューしといたらいいだろうっていうね、これ。おえー、頭は覆われてないのに、下は川上なんです。何の話やねんだから。な俺のほだ俺の火星だって言ってんだだからこれ。お無理だら全然お普通に大人ですがみたいな、これ。つってねっていうことで、ちょっと5分あの今日延長しますっていうと。そう,そう、えー、この6月が6月が分水いだなって。 何の話やねん、みたいな、これ。ちょっとなんかよ、ひらがなすぎてからみたいな、そうそ、ん、う。梅松がよくあるなんて一言。梅松はね、うん、わかんないけど、ちょ梅松こ,こっちか。うん。 えー、梅松桜は2着入線、えー、ちょっと外に張るところがあることだから、今回も二の足早くセンス高い走りみたいなおらしいよ。ちょっと分かんないけどね。そうそうそうまあ、これは農研見た人じゃないと分かんないよねみたいなそうそうお、えー。追って味があるか新馬戦で判明するだろうな。まあ、そ,そこだよねお。そこはちょっと分かんないっていう。お希望が見えないものなんだば。まあちょっとね どうなんだろうなってわかんないよなっていう、うん、もうちょっとそこは渡先生に正直に言ってくれれば、そこの入れ替えとか全然俺するんで、ダメなら、そこでもう消費されるのが一番きついからね、これ。うん、午後走るの嫌いなの。なんか根本的に足らない気がする。うん、今日はロスタイム5分入ります。さちゃさんよろしくってことでね、これ。うん、キャバクラかよ、みたいな。そうそう。うん、えー、お前じゃなかったら、そうこ午後、あの世行きだろうなって、まあそこはエシンさんの判断をお任せみたいなね。そうそう、午後岸。午後は中田くん。 うん、中田君、まあ、ちょっと明日はあ話またするわそうそう、うんえ、ポテンシャルは明らかに低い、期待しても、5う<お> <laughs> ことで、まあ、でも、なんとか一緒はしてやさせてやりたいな、みたいな、カジノドライブサングで足が曲がってないのはいるんだけど、一口出そうかと思うけど、<laughs> あいいと思うよ、うん、ただ、むしろカジノドライブの,そのなんだろう血を受け継いでるところはその足の曲がっている感じだと思うから、どっちなんだろうなっていう、おただ曲がったら、ね、やっぱり、ね、無理遣いできないから、おそこはやっぱり、まあ、曲がってないのがいいよね、みたいな、そう,そうゴーゴーこれから黒字に。 にな,ならんとまあ黒字にはならない。今まで黒字になったま一等もいないからね。うん。まあなんとかしたいなと思うけど。 うん、まあ私先生がもう無理っていうまではちょっと持っとこうかなっていう、うん、エイシンだばっていう、まあそれね、なすいつけられましたっていう、そうそう、う午後転売所で、ね、今なら騙しても50万ぐらい、いけるわけねえだろってこれ見たら、おういけるわけねえだろっていう、そうそう、う午後の兄弟 A2、a ツで2着なのに、まあ468キロだけど、午後軽いねって本当だ、もう、どんだけ貧弱やねんみたいな、よくこれを人に売りつけるときに罪悪感ありませんでしたね、エイシンさんっていう、おうそんな感じだよ。 うん、まあ、ちょっとナイバルバルがね、メンマツサクラかんないけど、おまあ、えー、なんだっけ、これお、えー、ジェスロ、うん、まあ、これだな、こいつ、こいつがまあちょっと、そのでは相当やっぱ強いっていう。おー これ、持ったものだから、そうそうそう、えー。シンバ楽しみだな、今後どうなんか決まるか一、一番興味ある55のシンバのような展開が一番面白かったよ。お超お通夜でって、もう全然、でも本当お通夜にもならないから、マジで。おお通夜にもならないから、マジで。お、多分もう、二度と配信することないでしょ。さようならってなるから、マジで。おだそこはちゃんとお、しかと見とけみたいな、そうそう。おえー、軽いっていうか、ペラペラやってね、ほんと、ペラペラ。うん どうなってんのみたいな、マジで。そうそうそう、うん。なんで、まあ、なんとか、どうしたらいいんだろうな。もうなんか膨らませるしかないんだけどな、ね、っていう。おえー、ED、ED って、ED ってっていう。まあ、使い道ありませんみたいな、今。そうそう。なんでもどうにもなんないっていう。えー、お通夜ってか、もう即走式。本当だよ、もう。お即、即死だ、即死。おえー、ハゲン ED よ。ED でもどうでもまい。でも、しこらなきゃいけないから。 おそれはそれで ED 困るみたいな。そうそうそう。えー、仮想配信に本当はもう燃やしてくれもん。人思いに燃やしてくれっていうね。そうそうそう。まあ、こんな感じ。うんだこいつのジェスロ、おあとは、まあ、その田中道を級者だっけおをちょっと気をつけなきゃいけないみたいな。おあの、なんだ。 え、西脇か。そうそう。えー、それにしても待つのはすぐだまさ俺すぐだまされる、れるこれ。おーすげえ近くあるけど、すぐだまされるから、俺。おそうそうそう。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いしますってことね、本当に。そうそうそう。なんで、まあ、この辺、まあ、しかもボバだし、おえー、首吊り廃止だからほんとそうならないように、生きなきゃいけないんだろうって、これ。おスマイネル軍団のために頑張って、もう生き続けなきゃいけない、そして働き続けなきゃいけないだろうっていう。おだから、 ちょっとなんとかしなきゃっていう。うんそうそうえー、お前の話では今頃5号の友が張ってくるはずだったけど、そうだよな、本当に。お何だろうな何をしたらどうにかなるんだろうかっていう、そこすらわからないっていうお感じだからそうそう、ね、エンディングってことで、はい、希望あったら氏心持って話す。まあそういうこと、うん。だからもう勉強になったよなってことで、おエンディング直します。 ねってことでねはいうことで今日は、えー、ライバル分析ってことでねまあちょっとライバルの辺をプロバイドのねライバルを、えー、見ていきましたってことでまあね農研が進んでいくんで当たり前だけどまあ東稿軍団もどんどんこうデビューしていくわけだしお、まあ、その新馬戦が遅れば遅れることちょっと不利になるとまあ初出走もし勝てれば180万とまあもちろん2割はあの旧車なんでまッ、あ、トは言っても150ぐらいかなお 150ぐらいは、まあ、次の間にオンされると。お単純に、いけるわけだよ、次、いい馬、買えるわけだよ、これ。おだすごく大事お。すごく大事だから、これ、初戦勝てば、た、まあ、多分それっぽいところ、まあ、それは出てくるから、まあ、そこしっかりと休ませて、次の認定競争、まあ、もしくは1回ね、その1組挟んで、みたいな感じ、いけるからおうなん、ここは勝ちたかったんだよ、本当に、マジで。 おまあそんなね当然、甘い話はないわけで、えーまあ、ちょっとライバル馬がどんどん農研、えー、をクリアしてきて、まあ、そんな簡単な話ではなくなってしまったとおただ、まあ、ただまだ諦めてないから、うん、ここから、まあ、当然、飯田先生もね簡単なレースではないという,ふうにもう言ってうただからもうしっかりと追い切り行ってで、まあ、本番に臨みたいと思ってますと。おだそこはもう な、本当にまあ、どういう結果になるかわかんないけども、もまあ、しっかりとその結果を受け止めると同時においい結果が出るようにね。皆さん応援よろしくお願いします。ってことでね。はい、今の情報ツイッター流してます。配信情報をツイッターに流しますんで、よかったら見てください。こんな感じで今日は終わります。どうもありがとうございました。